レグア表記の理定表レグアは、スペイン語、ポルトガル語圏で使われた距離の単位である。日本語では、レグアともかく、古代のガリア人が用いたレウカがもとで、イギリスのリーグと同語源である。現在のスペインでは5572.7メートル、ポルトガルで5000メートル。距離は国と時代によって異なるが、だいたい4キロメートルから6.6キロメートルの範囲に収まる。 レウカはもともとガリア人の距離の単位で、レウガともいい、1500歩に相当する。先方1ミリアリウムと数えた古代ローマ人は、1レウガを1.5ミリアリウムとしてこの単位を取り込んだ。約2.2キロメートルである。これがスペイン語、ポルトラン、また一般に、徒歩で1時間に進める距離と返されるようになった。ここまでの経緯は、他の欧州諸母も同じで、綴りが変わっても相互に、 自国語の単語に訳すのが普通である。すなわち、スペイン語では、英語圏のリーグを、レグア・インペリアル・フランス語の竜を、レグア・フランセサと呼ぶ。スペインの一レグアは古くは五千バラとされたが、時代と地域により違いがあった。レグアは公式には1568年に廃止されたが、メートル法の導入と普及までその後も広く使われた。広大のスペインはを、レグアでり、 一レグアを二万ピエに換算した。ラテンアメリカ諸国でも用いられたが国によって長さが異なる。コロンビアのレグアグラナディナはメートル法に基づく単位で五千メートルに当たる。メキシコの一部では一時間に進める距離という元の意味、そのままで使われ地形や交通手段で異なる距離を指す。アルゼンチンでも日常語でそのような語感が残るという。 しかしどの国でもキロメートル表示が普及しており、あまり使われなくなっている。航海用のレグアは、地上と異なり、地球の表面を四五線上で360度で分割して、その緯度一度相当分の距離から算出する。メートル法は、四五線の長さを4万キロメートルと数えたので、緯度一度に相当する四五線個長は、約111キロメートルである。 この距離を17.5で割ったものを1レグアとしたり、20で割ったものを1レグアとしたりした。これを1度あたり17半のレグア、1度あたり20のレグアと呼んで区別した。スペインでは17世紀頃に17.5から20になったという。他に1度15、1度18、1度25のレグアも使われた。ポルトガルのレグアも時代と地域により異なる。 現在のレグアはメートル法に基づき、ポルトガルで5000メートル、ブラジルで6600メートルに当たるものである。ありがとうございます。